中年オタッキーです。まずカメラプレゼント、まあ現在進行中なんですけども、応募数がかなり少ないので、非常にチャンスになってますんでね、このカメラをプレゼントしますんでね、レンズも入ってます、もうすぐに撮影可能な状態でお送りしますんで、レンズもちゃんとついてますんでね、応募方法は前回の動画でもお伝えした通り、まず、私の、YouTube を、チャンネル登録、していただく、そして、Twitter、中年オタッキーっていうアカウントを検索するとすぐ出てくると思いますので、中年オタッキーの、アカウントをフォローしていただいて、ダイレクトメール、DM を送っていただくってことですね。DM で、カメラプレゼントを応募いたしますっていう内容を、お送りいただけましたら、参加ってことになります。応募期限は2018年の9月15日、23時59分59秒までとなっております。今のところね、恐ろしく少ないです。当選する確率が非常に高いです。別にね、デジタル EOS でも使えるレンズもついていますし、非常にお得になってますんで、ぜひ応募してください。それでは今日の本編をスタート。本当はね、今日はね、こいつをね、のレビューをやる予定だったんですよ。これソニーのね、ミラーレスカメラの α-NEX-C3 っていうかな、中古でね、5000円ちょっとで買って、送料込みで6800円だったかな。で、これに、まあ見てわかるようにね、FD マウントのレンズアダプターをつけて、FD、キャノンのね、マニュアルフォーカスの FD レンズをつけてます。で、こいつの動画を作る予定だったんですけども、まあ台風とかね、もう悪天候、今日も天気悪いんですけど、悪天候ばっかりでね、ちょっと写真が撮り進んでないので、今日はちょっと予定を変更しまして、こいつの紹介にします。これね、逆になっちゃったか、これミノルタのね、エールっていうね、カメラになるんですね。これ発売されたのが1961年、昭和何年になるんだろう、俺が68年、昭和43年生まれになるんで、昭和36年ぐらいになるのかな。で、まあ非常に古いカメラになります。でね、もちろん当然フィルムカメラなんですけど、まあ、このような感じでね、その古いカメラってね、なんかレンズ明るいのをね、好んでつけることが多いんですけど、まあ、これもね、F2、開放値 F2 で 45mm の、まあまあ明るめのレンズがついてるんですね。で、古いカメラの場合ね、それでもね、明るいレンズつけてるのにシャッタースピードが遅いっていうカメラが非常に多いんですよ。まあ当時の技術でシャッタースピードが上げれないっていうのももちろんあるんですけど、で、このカメラは、当時そのレンズシャッター式のレンジファインダーカメラっていうのはね、最速でシャッタースピード500分の1ぐらいのが多かったんですけど、これはね、1000分の1まで切れます。というわけでね、ND フィルターをつけなくとも、まあ比較的、その開放に近いような、絞りで写真を撮ったりすることができるんですね。まあ100をつけた、100のフィルムを入れた場合ですけどね。でね、まあミノルタって、まあカメラ、本格的なカメラも撤退しちゃって、現在はコニカミノルタになってるのかな。で、そのカメラ部門っていうのは、技術者を引き継いで、現在ソニーが、まあ、引き継いでる形になりますね。だからミノルタのカメラ、昔はアルファシリーズってあったんですけど、現在もソニーがアルファシリーズっていうので、まあ、継承してる形になってるんですね。つまり、このカメラはね、まあ、ミラーレスでもあります。ミラー入ってないレンジファインダーでもありますし、現在のね、ソニーさんのミラーレスの、祖先、まあ、おじいちゃんみたいな感じのカメラになるわけなんですね。でね、ミノルタのカメラね、僕は以前、X700 っていう、まあ、一眼レフカメラも使ったことがあるんですけど、実はこれ、私が使った2個目のミノルタのカメラです。でね、かなりいいです。このカメラかなりいいです。まあ、フルマニュアルになるんですけど、一応ね、ここに、
まあ、露出系が装備されてまして、当時のね、その古い時代のレンジファインダーカメラっていうのは露出系があるっつったって、今何 EV だよっていうことを示してるぐらいで、あとは勝手に絞りとシャッタースピードを考えて設定しなっていうあのカメラが多いんですけど、このカメラはちゃんとね、絞りとシャッタースピードを設定すると、今この絞りで合ってるよみたいな感じで針が動いてくれるんですね。で、比較的簡単にマニュアル露出が決定できるという、まあ、カメラになります。で、まあまあ、とりあえずね、どんな写りをしてるのか、とりあえず最初2枚連続で、行ってみましょうか。今2枚見てもらいましたけどね、田園風景、まあ、そろそろね、収穫ができる田んぼの田園風景と、あと、まだ、収穫できないような、青々とした、夏みかんなのかな、これ、の写真をちょっと上げましたけど、まあ、ご覧のようにね、F に開放近い数字、F2.8 ぐらいで撮ってるのかな、田園風景の方は。で、2枚目の方は確か F に開放で撮ってます。で、1000分の1で切れてます。で、背景をね、ぼかした、写真をね、撮ることがね、できるんですね。で、まあ、背景ボケを作って、作って写真を撮るっていうのは、通常その一眼レフカメラの醍醐味になるんですけど、こんなね、コンパクト、コンパクトでもないんですけど、レンジファインダーでもね、そういう写真が楽しめる、結構本格的なカメラになるんですね。でね、古いカメラって、ま、ということもあって、あんまりこいつね、レンズの状態良くないんですよ。実はね。まあ、カビとかはないんですけど、うっすら汚れてるんですね、中がね。で、これレンズシャッター式のカメラっていうのは、そのレンズにね、そのシャッタースピードとか絞りのね、このダイヤルがついてまして、分解が非常にね、困難、勇気がいるんで、ちょっと分解はやめとこうと思って、せっかく結構いいカメラなんで、分解やめとこう、このまま使おうと思って、分解してないでいるんですけど、まあそれでもね、十分ね、シャープで、綺麗な写真撮れても、俺これ結構ね、このレンズ好きです。色目もね、よく出ますし、シャープですね。ミノルタさん、侮れない。まあ、現ソニーですけど、侮れないカメラです、これ。でね、まあ、そういうわけで、良さそうだなということで、逆光でも撮ってみました。ズバリ逆光で撮ってみました。でね、次の写真、ちょっと縦構図で撮っちゃったんで、大きく表示するためにね、縦構図を横構図に表示しますんで、ちょっと横向きになってみてくださいね。はい、次の写真いきます。どうでしたかね。その汚れたレンズの割にはなかなかだと思うんですね。これ新品で撮ってみたいですね。ちょっとゴーストも出てますけども、果たしてこのレンズ新品だった時どのぐらいの写りをしたんでしょうね。もしね、極上品のミノルタ AL を持ってる方いらっしゃいましたら、どんなんだよっていうのを教えて、コメントで教えていただければ、なかなかいないと思いますけどね、こんな古いカメラで。ちなみにね、このカメラね、ハードオフで1080円で買いました。感動品ですね。で、露出系もちゃんと動いてます。ただね、もうこのぐらいの古いカメラになってくるとね、露出系が動かないのはもう当たり前になってくるんですね。で、今日はね、そこで露出のお話をいたします。僕写真部、カメラ始めてすぐに高校の写真部に入ったんですけど、その時にキャノン FT っていうカメラで、それ露出系が壊れてたんですね。で、露出系が壊れてるから露出がわかんないよっていうことを先輩に言うと、んなもん簡単だと。晴れの日だったら、シャッタースピード250分の1で、F8 で撮ればいいよと。そういう風に言われたんですね。で、実際に撮るとね、ちゃんと写ってるんですよ。で、そんなに簡単なのって話なんですね。晴れの日、まあ、晴天の日中で、屋外であれば、シャッタースピード250、F8 で撮って、露出ほぼ当たり、間違いないです。こんな簡単なんです。で、まあ、これデジタルカメラでももちろん、一緒です。でね、F8 でばっかり撮ったら面白くないじゃないかと。まあ、F8 だったらね、背景ボケがあんまりないんでね。もっと開放で撮りたいっていう方は、その分シャッタースピードを変えていけばいいわけですね。F8 の、まあ、半分になると F5.6。F5.6 になると、シャッタースピード500で切ればいいと。で、その半分の、F4。F4 で撮るとなると、その倍のシャッタースピードが1000。で、F2.8 になると2000。F2 になると4000。で、F1.4 になると
シャッタースピード8000で切れば日中屋外は、大丈夫ということになりますね。シャッタースピード8000、 F1.4 で撮れば日中のその晴天時の屋外は大丈夫と。じゃあね、曇りの日とかどうすればいいのって話になってきますね。デジタルカメラでしたら、曇りの日にそのまあ、とりあえず露出を合わせてみると。デジタルカメラでもね、露出、まあ、評価速攻で最近露出よく上がるんですけど、例えば僕が最近よく使ってる EOS 5D の Mark 1なんかは、ピント合わせる、その AF フレームが9点しかないんで、変なとこにね、AF が合うとね、そこを中心に評価速攻しちゃって、ピントちゃうわ、露出が外れることがあるんですね。でね、これマニュアルでその露出を固定した方が露出は外れないと。じゃあどのようにするか、まあお答えしますね。例えば曇りの日、まあここでずっと写真を撮るよっていう感じでね、の時に灰色のねコンクリートを探してください。で灰色のコンクリートをね取ってね、露出計で適正露出を見ます。でその数値を基準にしてずっと写真を撮るっていうのがいいと思いますね。基本的にね、露出系っていうのはこの肌色、まあ今肌色って言わないらしいですけど、薄紅色っていうのかな、肌色に合わせてその露出を決定するんですけども、その肌色に非常に近い反射率なものが灰色のコンクリートらしいです。で、そのコンクリートに露出を合わせて撮ると、まあ、人物撮影とかも比較的露出が合いますし、その一番標準の色になってきますんで、木々を撮るときとかにも十分いけると思いますね。風景を撮るとき、まあ、全体的にね、その平均して撮るときに、そのコンクリートのグレーの色で露出を合わせればいいと思います。で、一旦その露出を決めてしまえば、あとは露出が変動しませんので、失敗が少ない。いい写真がバンバン撮れると思いますね。ただしこれ逆光の時は別です。逆光の時は、そうですね、露出をまあ1段ないし1段半ぐらいね、まあシャッタースピードを半分にするとか、まあ絞りを 5.6 から4にするとか、そういう風に切り替えて、撮影したら当たると思います。露出ね、そのね、まあこういうカメラだとね、フルマニュアルですし、まあ、露出計をいちいち見ながらね、するのもめんどくさいんで、まあ、特にね、日中屋外、シャッタースピード250分の1、絞り F8。これなんかね、かなり有名な、フォトグラファーが、常時それで撮ってた、ライカでね、撮ってた、ロバート・キャパなのかな、が、常時、シャッタースピード250分の1の F8 で撮ってたっていう話を聞いたことがあります。で、皆さんもね、この露出がどうも苦しい、もうわかんないとかいう人はやってみてはどうでしょうか。私はちょっとね、最近固定して撮るようになりました。その、EOS 1DS が壊れて EOS 5D になって、ちょっと露出がね、どうも露出のアルゴリズムがわかんないっていうんで、まあ、今ちょっと使い込んでやって、また EOS 5D クラシックの、動画も上げていく予定ではおるんですけども、まだまだちょっと使いこなせてないんで、もうちょっとしたら動画を上げる予定ではありますが、そういうことです。今日の動画はねこの辺です。露出に、ね、悩んでる方、ちょっとねやってみてはいかがでしょうか。結局のところ写真はねトライ&エラーになります。で、自分のね好み、自分の撮影方法、そういうのをね探しながら写真をやっていくと面白いのではないかと思います。この動画が面白かった、役に立ったっていう方、ぜひぜひいいねボタンを押してください。で、チャンネル登録もね、していただければと思います。あと、カメラプレゼントの応募の方もね、応募の方も、どしどししてくださいね。どんどんね、フィルムカメラで写真を撮ってほしいです。フィルムカメラがね、衰退していけばいくほど、写真界は衰退していきます。どんどんマーケットがちっちゃくなっていってるんでね、悲しい状態になってますんで、よろしくお願いします。それではまあ、また次の動画、多分次の動画、こいつの話になると思います。まあ今ちょっと撮った感じではね、大げさすぎるぐらいね、鮮やかにね、色を表現するような感じなのかなと思ってます。まあ次の動画、まあいつになるかちょっと分かりません。仕事も忙しいですし、天気もずっとね悪いんで、ちょっとまともに写真撮れてないんでね、まあそういうことでお待ちください。それではまたよろしく。